多神教信仰が一般的であったオリエントで、他の民族からヘブライ人と呼ばれたユダヤ人は独自に唯一神ヤハウェを奉じていました。この信仰は紀元前586年に起こるバビロン捕囚の後、教団化されユダヤ教が成立します。この間にまとめられたと言われる彼らの経典は旧約聖書と呼ばれます。キリスト教はこのユダヤ教を母体としました。イエスは律法主義を奉ずるパリサイ派と祭司などの上層階級をなすサドカイ派によって支配されていたユダヤ教の在り方を批判して、階級と貧富の差を超えた神の絶対的愛と隣人愛を説きました。しかしイエスはローマの官権に捕らえられ、ユダヤ属州総督ポンティウス・ピラティスによって十字架の刑に処せられました。その後イエスの弟子であるペテロや異邦人の布教に勤めたパウロらの使徒たちにより布教活動は続けられます。やがてキリスト教徒たちは国家祭儀への参加と皇帝崇拝等を拒否したため、ローマの国家権力による迫害を受けますが、カタコンベと呼ばれる地下墓所を拠点に信仰を守り、次第に帝国内に信徒を獲得していきました。こうして313年にコンスタンティヌス帝はキリスト教を公認するに至り、この結果やがてキリスト教はローマの国教としての地位を確立するに至ります。しかし同時に教義の対立が激化しました。そこで325年にはニケーア公会議が開かれ、そこでアレクサンドリア司教アタナシウスの説いた立場がやがて三位一体説として正当とされました。その後もキリスト教の教義をめぐって正当と異端の争いが続き、教父と総称される人々により正当教義の基礎が形成されました。ローマ帝国が解体してからは東西教会の対立が次第に表面化し、中世に至って2054年に相互の破門によってローマ教皇を首長とするローマカトリック教会と、コンスタンティノープルに本拠を置き東ローマ皇帝が総司教の任命権と公会議の招集権を握るギリシャ正教会に決定的に分裂するに至りました。